それでは時間となりますので、ただいまより石橋秀総裁による記者会見を始めます。なお会見の終了は30分予定しておりますので、ご協力をお願い申し上げます。まずは石橋総裁からの発言、よろしくお願いします。自由民主党総裁であります。昨日行われました衆議院選挙におきまして、我が自由民主党は国民の皆様方から極めて厳しいご審判を頂戴をいたしました。我が自由民主党、そして共に連立政権を構成しております与党公明党、優位な方々を多く失ったこと、痛恨の極みであります。これを真摯に厳粛に受け止め、我が自由民主党は心底から反省をし、生まれ変わっていかなければなりません。先ほど自由民主党公明党の党首会談を行い、政策合意に署名をし、同じ考えを公明党と共有をいたしたところであります。今回の厳しい結果は、自由民主党の改革姿勢に対する国民の皆様方の厳しいご指摘を受け止めております。もっと謙虚に、真摯に、誠実に国民と向き合い、自由民主党は反省が足りない、そういうようなお声を頂戴し、ご出席を賜ったものというふうに強く認識をいたしております。これを受けまして、身内の論理、あるいは党内の理屈、そのように国民の皆様方から思われておりますこと、そのようなことを今後は一切排除し、私自身も原点に返り、厳しい党内改革を進め、中づく政治と金につきましては、さらに抜本的な改革を行ってまいります。具体的に申し上げます。政策活動費の廃止、調査研究広報滞在費、いわゆる文通費、旧文通費、この使途公開、残金返納、改正政治資金規正法に基づく第三者機関の早期の設置といった政治改革について、党派を超えた議論を行い、速やかにその実現を図っていく必要があります。党に対しまして、このような指示を行います。今回の選挙戦を通じまして、全国各地を応援演説で回らせていただきました。その中で、切実な国民の皆様との声というものを本当に多く頂戴をいたしました。今政治に求められておりますことは、こうしたお声に速やかに適切に応えていくことであります。国民の皆様方の目線に立って、お一人お一人の課題を受け止めて答えを出すべく、これまでも予備費を使いながら経済対策、補正予算を作り、7年度予算を作り、新年度から対して施行する、そのような切れ目のない対応を実施していかなければなりません。物価高に苦しんでおられる方が大勢いらっしゃいます。例えば賃上げの恩恵を受けにくい所得の低い方々に手を差し伸べていかねばなりません。そのための給付金、あるいは国による一律の対応では支援の手が届かない方々に自治体がきめ細かく支援をする、そのための交付金、これらによりまして、エネルギーや食料品価格の高騰に苦しむ方々への支援、エネルギーを多く使用され価格転嫁が困難な中小企業の皆様、農林水産業の皆様への支援、学校給食費への支援、そのようなことが行えるようにいたしてまいります。中堅中小企業の皆様方が確かに儲かる、そのような環境を作り、賃上げもできる、そのような環境を作っていかなければなりません。そのために省エネルギーを進める設備投資への支援、配膳ロボット、無人レジ、
そのような自動化への設備投資の支援も行ってまいります。加えて近年問題になっております闇バイトによります強盗詐欺への対策、能登の復旧復興など国民の皆様方が直ちに求めておられる諸課題を具体的に認識をし、そのような問題に対する解決を実現をいたしてまいります。こうした事業を一つ一つ積み上げ、党派を超え優れた方策を取り入れ、意義のある経済対策、補正予算を実施してまいることが必要である、このように考えております。今回の選挙で私は日本創生を訴えてまいりました。いわゆる町おこしの延長ではない、新たな地方創生を求め、豊かになった地方と都市が結びつくことにより日本社会の在り方を大きく変える日本創生、これを早急に具体化をいたしてまいります。今回の選挙戦は改めて市長を持つ潜在力、ポテンシャル、これを強く実感する機会ともなりました。全国各地でお話をしてまいりましたが、それぞれの多くの宝物のような名産であり、あるいはグルメであり、素敵な観光地であり、そのようなものに私が言及いたしますと、そういう方々は本当に希望に満ちた表情を浮かべておられた、あ、分かってくれてるんだねと、そういうような表情を浮かべられたことが極めて印象的でありました。地方の可能性はまだまだこの国に残っております。そのような可能性を最大限に引き出していかなければなりません。これも地方創生大臣の頃からよく申し上げていることでありますが、産官学金労源、それぞれの地域で生業に従事をしておられる方々、市役所であり町役は中学校、高等学校、大学には限りません、学問の世界、そして労働者の方々、金融機関の皆様、そして報道機関の皆様、地方のさまざまなステークホルダーの皆様方ともに地方創生は再起動させていかなければなりません。そしてそれは人口減少対策にも必要なものである、このように私は信ずるものであります。したがって来月上旬にも地方創生に向けた新しい本部での議論を開始いたします。安心して働き暮らせる地方の生活環境の創生、東京一極集中のリスクに対応した人や企業の分散、地方への分散、付加価値創出型の新しい地方経済の創生、デジタル新技術の徹底活用、産官学金労源ステークホルダーの連携、そのようなことを国民的な機運を向上させ、これらを柱として年末に基本的な考え方を取りまとめてまいります。日本創生の取り組みは地方創生だけにとどまるものではございません。これも選挙中に申し上げたことでありますが、今までのともすればコストカット型の経済というものがあったわけでありますが、そのようなコストカット型の経済から高付加価値創出型の経済への移行を進めてまいります。このお金を出してもこの商品を買いたい、このお金を出してもこのサービスを受けたい、ひたすらに安い製品を作る自利品の競争で疲弊するのではなく、新しいサービス商品が絶え間なく世の中に生み出され、消費者の皆様方がお金を払ってでも手に入れたい、使いたい、そのように思っていただけるようにしなければ、脱デフレ成長型の経済には移行できないと考えております。人工知能 AI、 半導体、グリーントランスフォーメーションといった成長領域に対する民間企業の投資を引き出し、農林水産業、観光業、サービス産業の高付加価値化を進めてまいります。新たな付加価値こそ
賃上げの原資となるものであります。最低賃金の早期引き上げに向けた中堅・中小企業の投資支援、転嫁対策などの環境整備を実施いたしてまいります。安全安心を確かに実感できる日本を作り上げていかなければなりません。平時から自然災害への備えを万全のものとし、人命最優先の防災立国を構築するため、内閣防災担当予算、人員の両面を抜本的に強化をいたしてまいります。これとともに、防災庁設置準備室を立ち上げ、具体的な議論を進めてまいります。選挙期間中は、中国、北朝鮮、ロシアの軍事活動が拡大をいたしました。そして活発化をいたしておりました。我が国の安全保障環境がいかに厳しいものかということを私は訴えてまいりました。国防の要は自衛官であります。その新たな障害設計の確立を含め、我が国の防衛力の抜本的強化に引き続き取り組んでまいります。加えて米国との連携強化をさらに密に出してまいります。米国でも来週には大統領選挙が行われるわけでありますが、いずれの候補が勝とうとも、現在の極めて良好な日米関係を維持し、自由で開かれた国際秩序の強化に共に取り組んでまいりたいと存じます。当然のことでございますが、近隣諸国との対話も重ねてまいります。外交にとまはございません。来月半ばには APEC、G20 といった国際会議が予定されております。このような外交日程にも適切に対応いたしてまいります。最後に憲法改正について申し上げます。来年、我が党結党70周年を控える中、当然であります憲法改正を前に進めてまいります。与野党の枠を超え、憲法改正の発議に必要な国会での3分の2以上の賛成が得られますよう、建設的な議論を行い、国民的な議論を深めていただくべく、精力的に取り組んでまいります。今般の選挙は政治改革をさらに進めなさい、そういうご指摘と受け止めております。経済対策、物価高、そのようなものに対する施策、協力に進めようという切実なお声を受けたまったということであります。このような国民の皆様方のお声に応えますため、国政の停滞を避け、政治改革や経済対策などの課題に先頭になって取り組み、日本創生を実現してまいりそうであります。国民の皆様方のご理解ご協力を切にお願いを申し上げまして、私の発言を終わります。よろしくお願いいたします。それではこれから質疑応答に入ります。まずは平川クラブの幹事からの代表質問3問をお願いいたします。はい、幹事社テレビ東京の白石です。よろしくお願いします。今回の衆院選は石破総裁が勝敗ラインに設定していた与党過半数を下回る議席となりました。改めて敗因をどのように分析しているのかということですね。また先ほど小泉選対委員長が責任を取って辞任を表明されましたが、総裁としての責任および執行部の責任の取り方をどのようにお考えでしょうか。敗因の分析につきましてはこれから早急に行ってまいります。それらをきちんと分析をいたし、そしてまたその敗因に基づいて改めるべき点を改めていかなければ選挙の意味はございません。その部分はよく認識をいたしております。私が通過をいたしておりますのは、やはり政治資金収支報告書への記載という問題、それに象徴されます政治と金ということについて国民の皆様方の疑念、不信、怒り、これが払拭されていないということが最大のものだったというふうに認識をいたしているところでございます。今回の選挙結果を踏まえて冒頭発言でも申し上げましたが、政治改革というものをさらに進めようと、でそれを抽象的に言っても仕方がないのであって、具体的に
何をどのようにして対応していくかということを一つ一つ早急に対応していかなければいけないというふうに認識をいたしているところであります。一方におきまして、やはり賃金も上がった、物価はそれよりも上がっている、生活に非常に困窮している、これから冬を迎えるわけでありますが、そういう寒さ対策というものは一体どうなっているのか、食料品が非常に高いということをどのように認識しておるかということを提示あります。そのようなものに対します切実なお声というものも頂戴をいたしました。そういうことにきちんと対応せよという、そういうような厳しいお声がご批判になって、私どものところに寄せられた、我が党に対するご主張をしたというふうに認識をいたしておるところでございます。これから先、責任をどう考えるかということでございますが、これは私どもとして、このような厳しいお声というものを謙虚、厳粛に受け止めなければならないということ、しかしこの厳しい安全保障環境、経済環境、そういうような状況の中にあって、国政というのは一時たりとも停滞が許されないということであります。このような厳しいお声を踏まえながら、私どもとしてこの国政を確かなものとして進めていく、国民のご批判にきちんと厳粛に適切にお答えをしながら、現下の厳しい課題に取り組んでいき、国民生活を守る、日本国を守るということで職責を果たしてまいりたいように考えておりしたいでございます。はい、では次に毎日新聞さん。毎日新聞佐藤と申します。政権運営の枠組みについてお伺いいたします。総裁の冒頭説明にもありましたが、公明党との関係はこれまで通り維持されるという理解でよろしいのでしょうか。また野党との連立に関してですけれども、日本維新の会、国民民主党ともに連立したのには否定的な考えを示しています。新たな連立の枠組みを模索されるのでしょうか。もしくは政策ごとに協力を求めるパーシャル連合を視野に入れていらっしゃるのか、お考えを聞かせてください。これからの政権運営についてでございますが、私どもが極めて厳しいご審判をいただいたということでございます。そしてそれをこれから先詳細に分析をいたしてまいりますが、議席を大きく伸ばされた党がございます。やはりそういう党が選挙においてどのようなご主張をなさったのか、どのようなご主張に対して国民の皆様方が共感し共鳴をされたということは、よくよく私どもとして認識をしていかなければなりません。私どもとしてこれから先、そのようなそれぞれの党のご主張に対して寄せられた国民のご理解、共感、そういうものを謙虚に受け止め、取り入れるべきは取り入れるということに躊躇があってはならないと考えておるところでございます。そういうような政策で取り入れるものは取り入れていくということが必要なことであり、政策について私どもの足らざるところ、改めるべきところを積極的に取り入れていきたいと考えております。その上で、これから先、どのような政権の枠組みを考えるかということでございますが、今この時点で連立ということを想定しているわけではございません。まず、それぞれの政策を日本国のために、国民のために、謙虚に取り入れていくということを、よく協議をするということから始めていかねばならないと考えております。そういうような過程において、そのような一つの信頼関係、そして国民のために、党派は違っても一緒にやっていくのだという姿勢が、国民の皆様でご理解をいただけるように、一番多くの議席を頂戴した我が党、そしてそれは果たしていくべき責務だというふうに考えているところでございます。はい、それでは感謝最後になります。日経新聞さん、お願いいたします。日経新聞の秋山と言います。衆議院選挙で非公認として、所属に投票された方、それで当選された方について、追加公認すると考えられますか。
また政治日程についてですが、特別国会は毎月召集する予定になった、また経済対策に向けて、それを裏付ける補正予算案提出、あと、先ほど、言及がありました、政策活動費の開始を含めた、新たな政治改革、これの結論をいつ出して、いつ実行していくのか、この辺の政治日程スケジュールを教えてください。それぞれの選挙区において主権者であります有権者の方々がご審判を下されたということは極めて重いものだと私は認識をいたしております。追加公認につきましては今回の選挙結果を踏まえつつ一方において国民広く選挙区のみならず広く国民の皆様方のご理解をいただくことができるかどうか、そのことを基準に判断をいたしてまいります。特別国会につきましては、これは選挙の日から30日以内ということが憲法第54条の規定でございます。この憲法の規定にのっとりまして、適切に判断をしてまいらなければならないと考えております。また、経済対策の策定、補正予算の提出時期についてでありますが、先ほど申し上げましたように、各党がいろんな提案をなさり、ご主張をなさり、それが国民の皆様方のご支持を得ているということもございます。そのようなことを踏まえまして、党派を超えて優れた政策というものを取り入れている、その中で検討してまいりたいと考えているところでございます。はい、それではありがとうございました。残り10分ほどとなりますが、ご質問ありましたら挙手をお願いいたします。私が指名いたしますので、マイクを受け取り、社名、氏名をお名前いただいた上でご質問をいただきますようお願いいたします。じゃあ、これで一番端っこの2番目の方でお願いします。読売新聞の重松と申します。人事について伺います。今回、一部の現職の閣僚が落選をされ、また一方、党では小泉選対委員長が辞任をされました。で閣僚ですとか、選対委員長の人事については、どのようにされるお考えでしょうか。また、これらを含む要職にですね、不記載のあった議員の方を起用される可能性というのはあるのでしょうか。お聞かせください。今回の選挙で、閣僚が議席を失うということが起こりました。あるいは選対委員長が辞表を提出されたということもございました。で国政において一瞬たりとも停滞が許されるものではございません。その公認につきましては適宜適切に早急に決めていかねばならないと考えているところでございます。いずれいたしましても国政に一時たりとも停滞を許されないことでございますので、そのことに時間をかけてはならないということはよく承知いたしておりますが、この後特別公開で召集をされ主犯指名が行われというようなこのスケール上に非常にございますので、それとの整合も図っていかねばならないということだと思っております。そしてまた今回不記載等々で党から非公認あるいは重複ができない、いろんな処分がなされたところ、対応がなされたところでございます。でそこにおいて議席を得られた方につきましては、先ほど申し上げたような視点から判断をしてまいりたいと思っております。そういう方々が国会にとって党にとって有意な方であるかということとともに、それが国民のご理解をいただけるかということも合わせて考えていきながら適切に対処してまいりたいと考えております。フジテレビの木村と申します。よろしくお願いいたします。党内融和についてお伺いします。今回の選挙ではですね、収支報告書に不記載があった候補への対応や、非公認となった候補者の支部への党支部への2000万円の支給などにおいてですね、
選挙結果への影響があったとして、党内の一部からはですね、石破総裁の反発の声も出ているかと思います。そうした中で政権運営を今後進めていく上で、党内融和の必要性についてどうお考えでしょうか。またどう必要とお考えの場合は、どのように党内融和を進めていかれるおつもりかをお聞かせください。あともう一点すみません、その上でですね、先ほど、この総裁続投の、ご意思を示されたかと思うんですけれども、これは当然来年の、参議院選挙、夏の参議院選挙も石破総裁の下で選挙を行うというお考えで、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。党内にいろんな声があるということはよく承知をいたしております。それを統括するつもりは全くございません。いろんな声には真摯に誠実に耳を傾けていかねばならないというふうに考えておりますが、冒頭発言で申し上げましたように、それが身内の論理になっていないかということ、自民党の中だけで通る理屈になっていないかということに私よく配慮していかねばならないと思っておるところでございます。いろんなご意見はあります。そのことは謙虚に誠実に伝わってまいりますが、そういうのは議論というものが国民の皆様方にどのように受け止められているのか、党内融和よりも国民のご理解ということの方を私は優先していかねばならないし、党内論理を優先をしたということが厳しい結果につながったのではないかという反省を私自身は持っているところでございます。もちろん厳しい対応をいたしました。しかしながら、それが国民の皆様にとって決して十分だとご納得をいただけるものになっていなかったということ、それに靴が通ろうが何しようが国民の皆様方のそういうような気持ちというものに沿ったものではなかったという反省を私自身は強く持っているところでございます。で、今後もどうしていくのかということでございます。これは国政に停滞は許されないことになって、私どもがやってまいります。いろんな政策、それが国民の皆様方にご理解され、安全保障環境にしてもそうです、あるいは経済的な環境についてもそうです、あるいは治安もそうでしょう、物価高対策もそうでしょう、本当に国民の悲しみとか怒りとかそういうものに対して、自民党は選挙の結果を踏まえて変わったね思っていただかなければこの選挙の意味がございません。その結果としてこれから先いろんな選挙がございます。それはそういうのはご理解なくして選挙ができるとは思っておりません。そういうご理解をうべく最大の努力をしていくということにつきます。所定の時間が近づいてまいりました。あと1問お願いいたします。朝日新聞の岡村です。よろしくお願いします。端的にお伺いします。今回与党が半数割れした要因の敗因の一つは間違いなく2000万円問題にあると思います。でこの問題が明らかになってから、総裁幹事長は街頭演説やコメントは出しましたけれど、正面からちゃんと説明はしてきませんでした。でその点、今回全く国民の納得と共感が得られなかったというふうに感じております。総裁は今回選対委員長が辞任されましたが、ご自身の責任や幹事長の責任について、責任を取るという考え方は全く頭に思い浮かばなかったんでしょうか。その説明責任、納得と共感が得られなかった責任はどのように感じられるのか改めてお伺いします。これは街頭でもお話をしました。そういう会見という場を設けることはいたしませんでしたが、これは選挙に使ってはいけませんよということ、それは政党支部に対して出走したものであります。そしてまた党として政策の広報周知、そういうもののお金は必要でございます。ましてやそこにおいて公認候補がおりませんので、そうすると候補者が自由民主党の政策はねという言及はできません。そうするとそれに対して支援を行う、支部に対して支援を行うということで出動したものでございます。法的には何ら問題がございませんということは何かしでもご説明をしてきた通りでございます。ただそれがご指摘のようにそうなのか分かったよというふうな反応があったとは
私は思っておりません。そのことについてご理解いただけるような説明の仕方、あるいは支援の仕方というものは私は反省点として強く持っているところでございます。で、責任というものをどう考えるかということでございますが、これも申し上げた通り、この日本国というものの安全保障、あるいは国民の生活、災害対応、そういうものに対して万事いろんな協議していくということも私どもの大きく責任でございます。ご批判ご姿勢というものを謙虚に厳粛に受け止めながら、深く反省をしながら、同時に日本国の安全、国民生活の安定、そして困窮しておられる皆様方の支援、本当に選挙の結果を受け止めて、自民党って変わったね、目に見えて変わったねというふうに実感をしていただくということが肝要なものだというふうに私は考えているところでございます。ご協力ありがとうございました。以上をもちまして石破総裁の記者会見を終了します。